アルバロオドリオ・ソラ・アルサリウスは、スペイン・バスク州ギプスコア県サン・セバスティアン出身のサッカー選手。セリエ A、アクフ・フィオレンティーナ所属。ポジションは DF。1995年12月にサン・セバスティアンで誕生。地元のレアル・ソシエダの下部組織に加入し、2017年1月にトップチームにデビューした後は、柴田拓く間に主力に定着し、 スペイン期待の若手の一人と将来を職望され、レアルマドリードやバルセロナなどの競合クラブからの興味が報じられるようになる。2018年7月5日、レアルマドリードはレアルソシエダとオドリオソラの遺跡で強引に達したことを発表した。契約期間は6年間で、ソシエダとの契約解除金は4000万ユーロに設定されていたが、 両クラブ間の交渉により移籍金3000万ユーロ、インセンティブ500万ユーロと報じられている。なお、レアルマドリードの監督は、オドリオソラを、スペイン代表デビューさせた恩師のフレンドペテギである。同シーズンは、ダニエル・カルバハルの怪我もあり右サイドバックで、コンスタントに出場機会を得るも、4月に鎖骨を骨折して離脱した。結局このシーズンは22試合に出場した。 2020年1月22日、FC バイエルンミュンヘンは、2019から20、シーズン終了までの期限付きで踊りお空を獲得した、ことを発表した。しかし、レンタル先でも不調にあえぎ、リーグ戦5試合の出場にとどまり、9月3日に、レアル復帰が発表された。2021年8月28日、セリエ A のアクフフィオレンティーナ1シーズンの、 レンタル移籍が決まった。デビューから間もなく2017年3月に、スペイン U-21 代表に初招集され、同年6月の UEFAU-21 欧州選手権2017の登録メンバー入りして、準優勝に貢献した。同年10月6月、2018FIFA ワールドカップ、ヨーロッパ予選の対アルバニア代表戦で A 代表デビューを果たすと、 アシストしてワールドカップの出場確定に貢献した。2018年6月に開幕した 2018FIFA ワールドカップの登録メンバーに入ったが控えに止まり、出場機会はなかった。ありがとうございます。